皆さんご機嫌ですか？どうもキーボーです。とあるリサーチによると、僕の動画を見ている人の9割は何かしらの犯罪を犯したことがあるらしいです。でも大丈夫、僕は過去のことは気にしない。しっかり反省して生きていけばそれで OK。 しかし世の中には全く反省していない犯罪者もいっぱいいます。今日はそんな人たちをいっぱい集めてみたので、皆さんで一緒に見ていきましょう。動画を視聴した後はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そんじゃまあ行ってみましょう。ポチッとな。まずは少女を誘拐した犯罪者、一体裁判所で何を語ったんでしょう。イエーイ、いきなりヤバいやつ。名前を聞かれたらちゃんと名前を答えろ。私は森の妖精でございます。お前みたいな妖精がいるか。この男はなんと小さい女の子に手を出したみたいです。絶対許されない最低な男ですね。女の子が裸でいたので、親の代わりに成長記録の写真を撮ってあげただけ。頭湧いてんのかこいつは。いい迷惑にも程がある。全く反省してないな。この男は教師なんですけど、女の子の胸を触ったらしいです。こういう教師が増えてきて本当に嫌な世の中ですね。胸は触っていない。嘘つけよお前、絶対触ったろ。ブラジャーは触りました。触ってんじゃねえかよお前。どんな言い訳してんだこいつは。続いては万引きした女性、何やら言い訳をしているみたいです。頭バカになってるの今。もう許してください。無理だよ。あと断言する、お前今じゃなくて元から頭バカだ。わいせつ電磁的記録記録膨大陳列の疑い。どんな疑いかけられてんだ。まあなんかわいせつな画像でなんか捕まったんだろうね。いい笑顔してんじゃねえよ、もはやすがすがしい。今度は市民を守る消防士が女子高生の胸を触ったそうです。賞金を揉んだことは間違いないが、わいせつな意図はありません。どわいせつだよ。なんでそれで許されると思ってんだ。今度はインド人がわいせつな行為で捕まりました。胸を揉んだ理由は気持ちよくなりたいから、ハッピーになりました。お前は今幸せと言えるのか。窃盗容疑、自称福山雅治容疑者。福山雅治を自称、すげえ自分のハードル高くしてんな。そんなにイケメンなの。ぶっ飛ばすぞこの野郎。福山雅治っていうか全人類に謝れ。危険ドラッグを吸引して隣人を刺した凶悪犯、逮捕された車の中で、シェシェシェなど意味不明の発言。完全に決まってます。こういうやつは何十年刑務所入っても全く反省しないんだろうな。イケメン装い200万円詐欺、他人の写真で女性誘致。なんだよお前、自分の写真で勝負しろよ。どんな顔してんのか見せてみろ。勝負にもならなかった。顔の輪郭どこ行ったんだ。ナイジェリア人がなんか盗んだみたいですね。トニヤバトニー、こいつはやべえ。電車で痴漢をした男が逮捕されました。痴漢のために上等したか。盗撮をしただけで猥褻な行為はしていない。それでもアウトだよ、もう一生電車乗んないでくれ。凶悪犯の女が逮捕されました。その車の中で、一生刑務所から出てこないでください。こいつはマジでやべえ。なんと宇宙人が逮捕されたそうです。いやいやマジかよ。鈴木宇宙太、そりゃこんな名前もらったら犯罪もするわ。